地球です。土星です。今回は巷にあふれるゴジラインについてやっていくぞ。無限に動画にできそうね。チャンネル登録、高評価もよろしくね。それではどうぞ。最初はこのライン。やっちまったね。よりにもよって社長宛てだもんな。社長からのプリチャースタンプのリプが欲しいわ。お子さんがいればワンチャンあるな。次は上司からのラインだな。仕事ができそうな感じね。恥ずかしいけど、こんなのはあったね。結婚すればわかるさ。というのもかっこいいな。以下の気遣いもいいね。次は公式アカウントがやらかしちゃったラインだぜ。中の人も大変ね。モスバーガーの公式だな。だって普通のやりとりに見えるわね。多分前職がロッテリアだったんだな。それにしても油断したわね。次はラインのニュース速報公式だぜ。お詫びのタイムラグが本当に操作ミスって感じよね。目の前真っ白になってそうだな。次はシンプルなゴジラインだな。マスカルナ回すな。次も一撃必殺だぜ。高速イン。母、娘のツッコミも光ってるのだ。旦那さんだったら致命傷だったのね。それにしてもかよ、ちゃんと仲が悪いのかな。文字に怒りを感じるわね。普通の弟にするね。引き返してやるなよ。片言不祥兵。何としてでも勝ち取るのよ。困惑しながらも要所。痛い痛いわ。ブラックバイトスタート。見つかるといいな。でも詐欺はダメなんだぜ。今日はならんやろ。佐藤部長に出てサボる以外の意味を見出すんじゃないよ。心が汚れていると他の意味に感じてしまうわ。セルフチェックは済んだか。次だ。ダメだわ。やっぱり心が汚れているわ。こればっかりは不可抗力なんだぜ。助けて。ヤバすぎってのも頭悪すぎるな。それじゃあそろそろ本日最後のラインだ。ダメだ。この流れなんとかしないと。快諾されなくて何よりなんだぜ。今日の動画はいかがでしたか。これからも動画制作頑張るのだ。みんなのお気に入りのラインもコメントで教えてくれよな。チャンネル登録、高評価もよろしくな。